在那里。
私あの人のこと好きだわ。存在感があるようでないような柔らかい感じのあの人が。すいませんでした。少女漫画。アスファルトを駆け抜けながら暗闇走り抜ける。タタタンタタタタタタンタタン、何も怖くはない。タンタンタンタタンタンタタンタタ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 ンタタンタタタタンタタンタタタタタン。え？一回帰ってまた戻ってくるよ。これはね、86年ですね。映るんです。こんばんは。好きか飲むよ。いい。究極の選択ごっこ。それはね、ベッドのあれをさ、ドライヤーあったの？ドライヤーのホットの方でずっとやってるんだけど、乾かした。ちょっと、どういう違うかな。あ、そう、こういう方法もあったかなと思いました。食べ、いつ、ちょっと。悩むところじゃないですね。悩むところに一日一人でずっといたらね、頭おかしくなるって言ってて、だからもしお兄ちゃんなんかやるって言って言ったら、それに当たって時間あけてね、そういうことできる。選択ごっこ。行くよって言うからさ。